皆さんこんばんは。先週の土曜日ですかね、マイチャンネルの前原さんのマイチャンネル宴に参加してきました。マイチャンネルの前原さんとナベックスコムの渡辺さんと僕とで3人で、楽しくお酒を飲ませていただいたんですけれども、遠い親戚のお兄ちゃんと飲むような感覚で、なんか不思議な感じでですね、お酒がもうゴイゴイ進んでとても良いひとときを過ごさせていただきました。渡辺さん、前原さん、本当にありがとうございました。飲み会で話した内容とか、まあいろいろ思い返してたんですけれど、まあ渡辺さんに関しては一番印象に残ってるのは、渡辺さんの上品さがすごく印象に残ってますね。上品さが垣間見る仕草がですね、渡辺さんの動画にこう映ってるんですけれども、ここですね、食べる時にこう手を添えられるんですよね。その仕草を飲み会で見た瞬間、育ちの良さと生まれ持っての上品さを感じました。渡辺さん、また機会があったらぜひ、一緒にお酒を飲みましょう。前原さんの印象なんですけれども、おちゃらけた方なんですね。動画を見る感じじゃ内気な、おとなしい、そして真面目な前原さんのイメージを持ってたんですけれども、かなりおちゃらけた方で、会うたびにこう魅力がどん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 出てくる面白い、そして素敵な方でしたね。あんなにおちゃらけてる方なんだな、まあ、すごく刺激を受けてですね、これからまた頑張っていかなきゃなっていう、ありがたい刺激をいただいた、宴でございました。一番こうみんながこう鼻息を荒くしてこう語り合ってたのが、イノ軍団さんのミーハンさんのことについてこういろいろ話してた時が、なんだろうな、めちゃめちゃ熱が上がってました。おじさん3人が集まるとそういう話にもなるんでしょうね。今日のビデオブログはマイチャンネル前原さんの、マイチャンネル宴に、出席させていただいたというビデオブログでした。それではまた。